ロキ兄さんのゆるい経済ニュース。こんにちは、ロキ兄さんです。この動画では本日の日経平均がどれくらい動いたかというのと、ロキ兄さんが気になる経済ニュースをゆるくまとめていきます。それではやっていきましょう。2023年2月2日気になる経済ニュースです。本日のニュースは、Z ホールディングスは2023年2月2日完全子会社である LINE と Yahoo を中心とした合併方針を決議したと発表しました。2023年度中をめどに3社が合併します。具体的な内容については未だ未定。合併する方針を決めた理由については、よりプロダクトファーストの組織体制とし、経営統合によるシナジーの拡大を加速させるため、また2023年度以降の持続的な利益成長、未来を作るための投資原資を得るためと説明しました。個人的には Z ホールディングスさんは PayPay を運営しているので、 PayPay と LINEPay、 それらが統合して使いやすい電子マネーができるのではないかと思っています。ブルームバーグより、ビットコインが昨年8月以来の高値というニュースです。このニュースをまとめると、ビットコインが2日昨年8月以来の高値をつけました。 FRB 議長の発言から、今後の金融政策が厳しくならないかもとの思いから、株式、債券、暗号資産まで様々な投資商品が値上がりしています。不安が大きいと投資商品から現金にする投資家が多いので、このニュースから暗号通貨にも投資する余裕が出てきたかもと個人的に思っています。本日の日経平均株価です。本日は 27,402 円で、前日比プラス55円、プラス 0.20% でした。前場では 27,450 円近くまで上昇しましたが、27,500 円を突破できず、小幅で上昇という結果でした。本日の株価が大きく動かないのは、日本企業の決算待ちと米国の雇用統計の結果待ちだと思います。日経平均としては大きく動いていませんが、決算発表により大きく動いた企業を紹介します。まず1社目が中部交番です。日本で唯一高交番、厚い交番の製造を専業としている電気炉メーカーです。2023年3月期の業績予想の修正を発表。営業利益は従来予想の94億円から114億円で、昨年比 2.1 倍に増額修正しました。さらに今年の年間配当も従来計画の70円から95円に大幅に増額しました。そんな中部交番の本日の株価はプラス226円、前日比プラス 12.03% でした。配当も増えて株価も増えて、言うことのない結果だと思います。2社目は日立製作所です。日本の電機メーカーであり、日立グループの中核企業でもある世界有数の総合電機メーカーです。2023年3月期第3四半期の業績や売上高が昨年同期比 10% 増の8兆1087億円と2桁増収を達成しました。営業利益も同 9% 増の5274億円と堅調でした。円安効果も相まっての好決算でした。そんな日立製作所の本日の株価はプラス301円、前日比プラス 4.49% でした。日立のような大型株がこれだけプラスなのは嬉しいニュースですね。本日のまとめです。本日の日経平均株価は 27,402 円で、前日比プラス55円、プラス 0.20% でした。本日は好決算だった中部交番、日立製作所について紹介しています。気になるニュースはビットコインが昨年8月以来の高値です。本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。